はい、どうもこんにちは。今日のモチベーズはね、見るとちょっとお腹が空いちゃうかもしれない、そんなウォッチフェイスかな。それがこちらですね。あの目玉焼きのウォッチフェイスですね。で、まあフライパン的なのになってて目玉焼きがあると。で、この黄身のとこに日付で、その下が曜日で、アナログ時計になっていて、でこっちオレンジの丸の方がスマートウォッチのバッテリーで、こっちの下の丸がスマートフォンのバッテリーですね。でこっちもなんかこっちみたいな形になっているように見えなくもないとね。で、設定はないですね。目玉焼きの話といえば、いつまで経っても母親がね、この目玉焼きの黄身の焼き加減を覚えないね。なんでだろうね。もう実家に帰るとさ、いつも聞かれるもん。目玉焼きの黄身の焼き加減はどうだったっけっつって。あとはね、僕はね、そうね、白身は塩コショウで、黄身は醤油だね。はい、本日は目玉焼きのウォッチフェイスでした。それではさようなら。